明治大学合会の皆様、こんにちは、おはようございます、こんばんは。放送研究会の3年橋野智也と申します。明大スポーツ新聞部4年の内山隆です。本日はですね、1日かけて箱根駅伝の応援メッセージを学生の皆様に、ここは明治大学駿河台キャンパスに、取材をしてまいりました。1日長かったですね。いやでも意外とやっぱり秘めた熱い明治への思いを語ってくれる学生が多かったっていうのは非常に自分としては嬉しかったですよね。まあ、というよりも今日だけじゃないんですよね。そうなんです。皆様ご存知、昨年も行いました箱根駅伝の際にオンライン応援会を今年も実施いたします。そして今年はですね、昨年は1月3日の袋日程での生配信を行ったのですが、今年はなんと1月2日の往路日程でも生配信を行います。特別解説の方やスペシャルコメンテーターなど、そして現地からの中継などを交えてお送りしてまいります。皆さんスマホやパソコンを片手に、ご自宅でご家族揃って箱根駅伝を一緒に応援できればと思います。箱根駅伝オンライン応援会は1月2日朝7時50分から往路ゴールまで生配信、そして1月3日7時50分から復路ゴールまで生配信、皆さんぜひご覧ください。お楽しみに。